この時代の庶民の人々にとって王族を見分けるのは至難の業だった。映像どころか写真もなかった時代である。地方に住む人々は印刷物のさほど実物と似ていない絵やイラストでしか王族の顔を知らないし、何かの機会にベルサイユに行ったことがあったとしてもせいぜい遠くから目にする程度だ。だからひなびた店が3軒しかないこんな小さな村シャントリスで、宿駅長の息子に突然陛下と叫ばれひざまずかれた時、ルイ16世は驚いた。まさかこんな村にベルサイユやパリに行ったことがあるものはなかろう、そう思っていた。宿駅長の息子は前年連盟祭の際に間近で王の顔を見たことがあり、その記憶が目に焼き付いていたのであった。ルイ16世はよもや陛下ではありませんかと尋ねられたらの場合を想定し、いや他人の空似でしょうという返事は用意してあった。しかしこのようにいきなり勢いよく貸し付かれた時の対策は考えておらず、不意をつかれてしまった。すっかり高をくくり油断していたのだ。ルイ16世は一泊置いて、うむとうなずいた。少し離れた場所の中からこの様子を見ていたアントワネットたちは、何が起きているのかすぐに理解できた。王の周りでちょっとした興奮の渦が巻き起こって、人だかりができ始めたからだ。王は悠々と歩いて馬車に近づいてきて、青ざめているアントワネットたちにこう言った。あそこの店で休めそうだ。応答派ばかりだから心配ない。誰もが王の突然の来訪を喜んでいるようで、遠巻きの人々の数は増えてきた。馬車の中の人々は迷いながらも馬車を降りて、薄汚れた酒場で歓待を受けることになった。コルフ男爵夫人の一行を演じ、個々の役割まで設定してあったはずが、結局王の次にアントワネットが堂々と先頭になり、その後に王の妹エリザベートが続き、一番身分高いはずのコルフ男爵夫人役のトゥルゼルが子供たちを連れて一番後ろを歩いて店へと入っていった。人々は王に敬意を示してくれたので、ルイ16世は上機嫌だった。アントワネットへの敵意も鳴りを潜めていた。こうして30分ほど歓待を受けた彼らは、酒場の主人に持参していた銀製の一対のお椀を感謝の意として渡し、村を後にした。気分よく別れたのもつかの間、再び走り出した馬車の中で冷静さを取り戻すと、先ほどまでの時間が自分たちを利するどころか愚行であったのではと、皆はにわかな不安を抱き始めた。馬車の中は誰も口を聞かず静まり返っているので、馬車の車輪がガタゴという音だけが聞こえる。なんせ急進派のジャコバン派の拠点シャロンは隣駅である。誰かおしゃべり屋が郵便馬車の御車にでも、実はこうこうこういう大型馬車に王一家が乗っていて、皆変装していたなどと口走ったら、それは時速10キロ20キロの速さで隣駅にも伝わっていくのだ。さすがのルイ16世ももう馬車から降りるのはよそうと遅ればせながらそんなことを考えていたその時だった。突然衝撃とともに馬車が止まった。皆思わず前のめりになって、女性たちは小さな悲鳴を上げた。馬車の車輪の車軸が折れたのだ。これはかなり厄介な事故だった。伴走する近衛兵の一人をシャントリスへ引き返させ、修理屋を連れてくることも考えたが、万が一王が足止めを食らっているとでも噂になるとまずい。結局素人の慣れない手つきでの修理が始まった。錠前作りが趣味の手先が器用な王も、車内に泊まるといった先の決意は忘れて手伝った。もともと3時間だった遅れは4時間に拡大していた。
休憩をもっと短くすべきだった。景色を見るためスピードを落とすべきではなかったとルイ16世は今更ながら悔やむ。修理が終わり再び馬車が動き出した。アントワネットは車窓のカーテンをぴっちり閉めて決意を新たにした。今度という今度は決して夫を下車させない。フェルセンがあれほど真剣に忠告してくれたというのに、なぜもっと強く夫を止めなかったのだろう。16時を回った頃、最大の危険地域シャロンに着いた。先のシャントリスとは比べ物にならない大きな町で活気づいている。馬車も人でも多い。そしてここは過激派のジャコバンクラブの拠点の地で、武器を持った連盟兵軍が組織され、王の軍隊と戦うのも辞さない連中がわんさかいる。だからこそこのシャロンを通過するまであえて護衛隊をつけない方策を取ったのだ。この駅さえ通過できればその次の駅では護衛隊が待っている。この駅さえ通過し彼らの腕の中に飛び込めば自分たちは勝ったも同然なのだ。宿駅で馬替えが行われている間中、車内の6人はじっと息を殺していた。馬替えはわずか16分という記録的な速さで終了したが、この暑さの中カーテンをぴっちり閉めたこの馬車は少なからぬ人々の不信を招いていた。わざわざ宿駅長に旅券をじっくり調べた方がいいと進言する者までいたが、幸運なことに宿駅長は面倒を嫌った。どうせ革命同士から次々続いている貴族の亡命だろう。騒いでも業務が滞るだけだ。逮捕なら別の宿駅に任せたいとシャロンの宿駅長は思った。こうして王一家の馬車は無事この駅を通過することができたのだが、まるで逃げるようにして去った大型ベルリン馬車はこの街の人々の印象に強く残った。シャロンを通過してしばらくしてアントワネットが口を開いた。私たちは助かったんだわ。それは皆の思いを代弁するものだったので、それぞれは隣に座っている者と抱きしめ合った。しかし残念なことは、先ほど壊れた車軸が心配で馬車のスピードは極めてのろかった。王一家を守る護衛隊が待つ次の駅まで2時間はかかりそうだ。実は彼らが目指すその隣駅では5時間以上もの到着時間の遅れゆえに、彼らが思い描いているような状態ではなかった。その地に着いたルイ16世が何かが恐ろしく狂ってしまったことに気づくこととなるのは間もなくのことだった。その時のことを、大地全体が足元から崩れ落ちたような感じがしたと彼は記録に残している。そのお話は次の動画でお話しさせていただこうと思いますので、またぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様とまたお会いしたいと思いますので、チャンネル登録とベルマークの通知設定の方をよろしくお願いいたします。